ギリシャ海軍の軍艦機。王政機は十字中央に王冠が配置されていた。ギリシャ海軍のエンブレムギリシャ海軍は、ギリシャの海軍である。2007年時点の人員は1万9000人。戦闘艦艇85隻、補助艦艇50隻と航空機29機を保有し、ピレウス、パトラ、テッサロニキに主要軍港を置く。ギリシャ沿岸警備隊を参加に持つ。 近代ギリシャ海軍はギリシャ独立戦争時の武装商戦隊に起源を発する。ギリシャ王国の成立後は王立海軍として発展し、キド戦争やバルカン戦争でもオスマン帝国海軍と戦って数度の勝利を収めた。第二次世界大戦では連合国側で参戦し、ドイツ空軍の攻撃で大きな被害を受けた。第二次世界大戦後、 アメリカなどの援助を受けて再建が行われた。2011年6月現在。ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より。歴代艦艇については、ギリシャ海軍艦艇一覧を参照。イドラ級、フリゲート一番艦、イドラ。2005年に、ポーツマスに寄港した際に撮影された画像。2011年6月現在。 ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、ありがとうございます。